皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。このチャンネル本日は、久しぶり昭和頂点来ました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日はね、前回と打って変わっては野郎3人イエスメンズ3人ですですね。メンズ3人ちょっと花があったんですけどね、前回。今回は野郎3人で、やっていきたいと思いますので。っていうか基本は、はい、あの野郎3人基本はね、たまに、あ、そう、たまに時々女子1人みたいなね。女子1人、はい、あれレアなんで。そうですね、氷が降る確率ぐらいな感じですけど。今日出るかって言ったら、うん、うんって言われた。そう、うんって言われた、うん、あ、今日多分あれでしょうね、デートかな。何言ってんのっていう顔されたしてましたね、はい、え、何言ってんのってほんまにそういう顔してましたけど、うん、ちょっともう空気読もうかな思って。そうですね、はい、まあ、またムーミー出てもらいたい方はあのコメントいただけたらと思いますの で、 そうですね、コメントまでお願いします、はい、コメントはあのムーミーにちゃんと差し上げときますので、はい、今日はさ、初登場ではないですよね、この2人実は。そうみたいですね。あの、そこでは初なんですね。昭和町では初めてなんですけど、はい、じゃあちょっと自己紹介いいですか。お願いします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 。まあ、もしあれやったら前どこの店舗で出てたかも教えてもらえたらありがたいですね。わかりました。はい、じゃあ行きます。はい、はい、副主任の二人と申します。お願いします。前回尼崎商店で2回ほど出させていただきました。いつの時ですか。しわく店長。そうですね、しわく店長の頃に2回出させていただきました。結構めちゃめちゃやってた時ですね。はい、そうです。そうなんや。あのね、しわくさんのね、振りが雑すぎてもよく分からへんかったよ。そう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 、ようさん出てたからね。やめた、確かに適当すぎる。僕がこれ以上言ったら怒られるんで勘弁してください。二人くんね、あの、はい、ムービーになんかあだ名つけたってって言ったらメガネって言われましたね。ということで、はい、メガネの二重さんになりました。はい、はい、もうそちらでお願いします。はい、アマチュアでね、出ていただいてたということで、はい、もしかしたらあのアマチュアの放送見てた人はね、あのなんとなく覚えてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、今日なんか進行役してもらえるんですか。いや、そうですね、今日司会、はい、はい、司会をぜひ、はい、いやいやいや、勘弁してくださいよ、その、ただ僕がもう満身創痍なんで、満身創痍、できない、できない、そういう相談したら、ちょっと、あの、二重くしの方が、いや、僕やりますよって、言ってないです、言ってないです、勘弁してください、どんとこいみたいな、キラキラ輝しなかった、いやいやいや、違った、いやいや、そうなんです、あ、そう、いや、まあ、この子はでもいけそうですね、いや、やってくれますよ、ちょっと頃合い見て、やってもらおうかな、そうですね、じゃあ、ぜひ、メガネの二重くん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあもう一方、新しい方。はい、お願いします。社員の網田です。はい、お願いします。前は綺麗売り割りで一回だけ出たことあります。売り割りですか。はい。生駒店長の時、タイ店長の時。生駒店長です。あ、生駒さんの時ね。はい。村岡くんとかいたよね、確か。そうですね、イケメンの。イケメンの。はい、仲悪いですか。いや、仲良くないです。仲良くない、仲良くないんや。仲良いです、仲良いです、仲良くないよ。まあ、悪くないね。悪くはない。びっくりした、びっくりした。仲悪い言うた。普通にさらっとカミカウトした思った今。いや、全然仲良いです。アミダ君はなんかあだ名あります？前なんて言われた？キレの時は。なんでしたっけ、ね、忘れた。忘れました。何それ。店長、なんかないですか、あだ名。むず。むず。確かに難しいです。無機質。ひどい。無機質、無機質、無機質、そこにもいますけど、表情がね、あ、読めない、読めない子なんです。ポーカーフェイス。そう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 。でもイケメンちゃいます割と。いや、イケメンです。アミダ君、いやいやいや、ってすごい恐縮してますけど。じゃあ今これ照れてるんですけど、ね、あ、照れてる、ね、分からない、分からない、似合って笑うけど。結構緊張してて、はい、今結構照れてるはずなんですけど、はい、分からへん、ね、分からへんね。じゃあ無機質、うん、無機質アミタにしとこうか。無機質アミタ、分かりました。あとね、ジャパネット店長、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで昭和町こんな感じで今日はやっていきますんでね。いきますよ。はい、お願いします。お願いします。ということで、まあ先にね、ちょっと告知軽くやっとくと、どうかしてるぜってことで。やっちゃいましょう。はい、どうかしてるんだよ。どうかしちゃいましたね。はい、明日、取材入ります。よろしくお願いします。でもね、これ分かんないでしょ。うん、どうか、どうした、どうか、そう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 、まあ、どうけ、どうけ、なんかそのな感じみたいですね。化けんのかな、化けるのか、うん、はい、これちょっと初めて私見ましたけど、はい、そうなんですよ。まあ、明日ちょっと取材来ていただけれるということで、そうですね、はい、朝からぜひ昭和町来ていただけたらと、ぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。怖いよ。ということで、新年入れ会もね、終わってますので、ぜひぜひ新年もね、うちに来ていただけたらと思うんですけど、そうですね、まあ、今日は、何しようかなということで、まあ、やっぱりこの辺はメイン機種になってきますので、そうですね、今月うちは入ったんですけども、どうですか。
まあまあまあ、やっぱ好評ですね。多分朝からだとパチンコだいぶあれですね、朝からは埋まるんじゃないですか。埋まります埋まります、ね、最初にやっぱ座る方多いと思うんですけど、まあ、そうですね、まあ、多分関西版意外に2回目なんですよね。え一冊もうそんな関東でめちゃめちゃ関東はやってるんですけど関西全然やってなくて、あそうなんですか。関西言うとあの企画ばっかりやる店長多かったんで、あと代よりもちょっとあの自分の店見てくれってい う, こうアピール合戦の店長が多かったんで、はいはいはい、まあ、意外に2回目ということで、まあ、必殺今日は、ちょっとねあの前回割とまあ、サイトのね高橋店長とか千里にいた、高橋店長ね、はい、ダブル高橋が割とそうそういいとこ見せていただいてまして、まあ、なんかたまちゃんとかも出てたんですけど、まあ、今回はねちょっとプレミア出るか分かりませんが、まあとりあえずゼブラ見せてということで、そうですね、最低ゼブラ、そう最低ゼブラは欲しい、はい、まあ、モンドリーチは激アツなんで、激震はまあモンド行けば見れるんですけど、はい、まあ、ゼブラがね、やっぱりちょっと絡んでほしいなということで、そうですね、とりあえず3人の中誰でもいいんで、ゼブラ出してください。わかりました。はい、ゼブラ出ないとちょっと、はい、罰ゲームになりますので。おっとおっと、さらっと言いましたね、はい。お願いしますね。わかりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ一応3台あるんで、どうしますかね。カード真ん中、左。じゃあ私一番左端で、あ、了解です。僕右端で、じゃあ進行役の真ん中、やばいっす、やばいっすって、進行役の、はい、ほんまにお願いします、お願いします。あ、じゃあ店長が一番左ですね。はい、はい、一番左で、でメガネの二重くんが、はい、真ん中、やりましょう、はい、行きましょう。じゃあ無機質アビタくん、無機質アビ、無機質アビタ、はい、が、一番右ということで、音量は音量2で、2でもいけると思いますね。はい、結構大きいんで、アミタコ大丈夫、操作わかる、はい、打つの早いです。打っていきましょう、はい、打っていきますよ。どうせならね、ちょっと当ててもらいたいですね。そうですね。いや、私も必殺は最近プライベートよく打つんですけど、当たるときやっぱりゼブラ絡み多かったですね、私も。あー、そうですか。はい、あとはモンドリーチ、はいはいはい、かな、がやっぱり多かったですね。この間打ったんですけどね、はい、うんともすんとも言わなかった、ね、うんともすんとも、まあミドルですからね、言うてもね。そうですね、はい、あと割 と, と、ね、突角も多いんですね、確か。あー、そうなんですか。はい、突角あたりで当たる方も多いみたいです。なるほど、ね。まあ結構あの連チャンというよりは割と初当たりを多めに引いて、まあ3連5連とかいう感じで、ちょっと数珠連っていう感じの台かなと思うんですよね、個人的には。なかなかちょっとあの一撃連チャンっていうのはなかなか難しそうな台やなと思ったんですけど、粘って粘って、そうですね、まあ一撃でも6000発ぐらい出たらまあ同じかなっていう感じですかね。でまあ時短100回ついてますし、はい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 、お、何、お、今なんかちょっと赤きた、お、黄色フラッシュきましたけどね、ちょっと赤、これもあの紫のフリーズ予告みたいなのがあるんですけど、あれ出たら結構出た、ゼブラ出た、え、もう出た、早っ、もうすげえ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 、ほんまに3分すげえ、すごい、素晴らしい、アミタ君すごいやん、やる、ただ当たるかどうか分かるけどね。いや、また当たったでしょ、いやえ、当たらないの、いや外れます、いやいや、これで外したよ、はいやすっげえってやってますね。早い、まあ、連続エース行くんじゃないですか、行かないかな、え、あ、そうですね、行かないとかあるんですか、まあ、このままなんか発展とかもあるのかなと、早っ。もう一回多分ゼブラ出るよね、これプレミア出たら面白いのにな、タマちゃん出して、タマちゃん、もうゼブラ出えへんかったし。あ、X 切り熱いですねこれね、そうそうそう、え、でも保留変わるか、変わんないね、最後で変わるパターンとかないですか、いやー、一応さっきの女の子が涙流せば保留変化なんですけどね、さあ今からゼブラ見たからトークしよう。いやめっちゃ早かったな、一瞬でした、一瞬でしたね、さすがになんかインジキしたやろって、アミみたいなね、アミーバー言われてるよね。ほらほら、やばい、それ一応これ共闘リーチですけどね、激震が出ないとちょっと やばいかもしれないですね。一応 20%、30% ぐらいですね、これ共闘リーチ。いやでも開始しだ早々ゼブラ出てびっくりしたけどな、早かったわ、無機質アミバの方がいい。なんかあだ名っぽくてしっくりくる。あ、激震ないですね、
当たるかな、ゼブラだけで。ゼブラだけだと弱いんすか。ちょっとね、ほら、あそう、ほら、ほら、ほんまに3回転やけどね。まあ、ひどうやろう。うわ、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 なるほど、ちょっと弱かったとかね。あの、びっくり、びっくり、みんな顔文字出てますけど、みんなえ、アミバク何してんのって言ってます。逆にね、いや逆にレアなパターン。はい、無効。え無効か。せやん、無効よ。あ、やばい。思いっきりゼブラ出てたのにね、見なかったことにしますよ。今日はもう当たらん。何やってんの、やっちゃったねって言われてますけど、ちなみにね、アミタコの方、またちょっと朝系の演出来てますけど、サブーって言われてます。寒いんですか、これ。いや一応ね、ゼブラと、雷雲っていうか、X 切りの雷は暑かったんですけどね、さすが強楽クオリティ。こんばんは、ゼブラ見せて、もう出ちゃいました、ゼブラ。ただ当たんなかった。いやー、あれ、あれですね、オス位置であれ出たらもうやめますね、速攻。絶対やめる。絶対やめる。ちなみに店長の台と二井さんの台は今連チャン中です。あの、連続演出来てますけどね。そうっす。え、もうゼブラ出た。出た。開始、シダ初めて2分か3分で出た。レンコン来ましたねってことで、あのレンコン柄が今回ありまして、レンコン柄先出ましたよ。あの一応疑似連したですね。ああの連続コンボの略でレンコンらしい。どうしてもこれちょっとあの動画見て、あのちょっとあそうなんやと思ったんですけ ど、 なるほど。でそんなちょっとクスッと笑えるネタも強楽さんは用意していただけるということで、そうですね、当たらんのかーい、ね、そうゼブラで当たんなかったよ。ちょっとリーチ弱かったけどね、モンド行けばちょっとモンドだかなって感じですよね。さあ気を取り直しコメント最初から読みましょう。そうですね、いきなりゼブラ来たからうわー盛り上がったけど、はい、赤なったよ。これはですね、赤の予告は、これでこの回転で当たれば確変らしいです。あ一応、先読み予告というか、はいはいはい、まあ、例えばこの連続演出行って、熱い演出行って、まあ、当たればもう確変の方向らしいですけどね。なかなかでもこう最初にね、赤いのを着てたらちょっと難しそうな感じもしますけど。そうね、レンコンからどういう扱い、連続コンボの略のレンコンですね。もう一回言っておきます。おでも店長もちょっといいですよこれ。ただちょっと疑似連が疑似にいいっすね。何ですか、激アツばっかり外していく放送ですか今日は。そう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 。お真剣フラッシュ来ましたよ。これは何パーぐらいなんですか。リーチによりますかね。あなるほど。まあ保留変わりそうですけど考えかな。ちょっと店長の台の動き見てからコメントをうわーっと読んでいきます。もう一回連続演出欲しかったですね。そうですね、弱い仕事だよって言われてますね。弱いな。あ連続行きましたよ、ね、店長二人くんも暑かったら言ってね全然、はい、すぐ言います。はい、一番自信満々やったらけど、はい、何も起こらんすね。舞台副主任の口数がまあまあちょっと待ってください。一応小判はまあまあチャンスですね。保留変わりました。あちなみにあれじゃないですか、アミバクになってるけど3連目ですね。3連目賑やかやな。店長の台どうですかねこれ。いやなんか共闘ですねこれも。当たる気が全然せえへん。ヒデとユージの共闘演出、結構にぎやかになってきましたね3台なんで。そうですね、店長の場合激震欲しいな。どこで激震って入るんですか。あのねここで煽りが入って、ここでバーンってあの激圧みたいなのが出るんですよ。あそれがないとちょっと厳しいかな。あ当たれば確変ですけどもね。そうですね、アミバは次外したら、ん、間違えたかなって言ってね。もうアミタじゃなくてアミバなったね。もうアミバですね。アミバやね。なるほど。ああ外れた。いやー、真剣フラッシュ来たんですけどね。こんばんはーって。いやー、メガネの二井くんの台だけ静か。まあそれ。言っちゃうんですね。なんなら二井くんも静かって。そうですね。ちょっと待ってくださいもう。一番ちょっと気合入ってたんですけどね。ねこれですね、両隣でこう激アツ来たら自分ちょっと焦りますよね。
そういうもんか。で、外れたらホッとするよね。めっちゃ悪いですけどね。裏ずりよさ。よしよしみたいなね。あるある。この真剣フラッシュって寒いんですかということで、これね、確かあの横のボタンがあるんですけど、それであの出現率変えれるんですよね。多分頻繁に出るようになると多分そんなに暑くなくて、あのあんまり出なくすると暑いんじゃないかなって個人的には思うんですけどね。狂犬フラッシュ、こんばんは。スペックは豆と聞いてるんですが、一撃6000発で温度で、俺今日アベンジャーズの雨で一撃6500発出たよ。すごいな、あ、二人くんこれフリーズチャンスですよ。この紫って何ですか？フリーズ予告ですね。一応こあの前回の放送の時はこれ絡んで当たってましたね。あ、ってことは当たりますよ。いやいや、まだ早い、まだ早い。泣いてる、泣いてる。あ、で、一応出陣は行きますね。実写には行くんじゃないですかね。疑似で欲しいなあ、もう出ちゃいましたね、これ。一応なんか、あれですね、賑やかですね。あ、連続エース。舞台君これ来るんじゃないの？え、これもろたやつじゃないんですか？疑似で3回ぐらい行くんじゃないの？疑似さんからの小判3つですね。これ天井と同じでした。あー、ヒデはやめて。そうなんですか。ヒデはちょっと弱いですよね。もう1回連続来ると思いますけど。はい、最後勝負、勝負こっからね。最後勝負ですよ、ギリさん。相手によりますね、これどうなんですか。押して一応今ちょっとなんか煽り入ってましたけどね。ギジさんも小判3枚も最低ラインだもんねとかですよね。こっから勝負ですもんね。モンドみたいな、モンドちゃうかった。これまたあのあれですね、あのアミバ君が外した京都ですわ。ああ、はい、あかんやん。いや、あとはほんまに激震予告が絡めばちょっと変わる。あ、来た来た来た。そうそう、それが煽りですね。これ煽り、煽り、はい、まだないやん。あ、出てますね、激アツって出ました。まだモロタやつじゃないですか、ね、この横に激アツ出てるのは違うんですか。あ、出てますね。あ、じゃあこれもう激震出てます。当たるんちゃう。タイさん当たるよね。ちょっと待って、不安しかないんですけど。お陸出動しすぎ。お、頑張れ。寒っ。やばやばわっしょーい。いやでもいやいやいや、え、今のところ3人とも激アツ外してるよね。マジか。いや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 、私のは激アツですか、あれ。あ、ちなみにアミタ君の台はアジトゾーンチャンスですよ。チャンス、これね、実写カットインが出れば結構熱いですね。一応全員は集結するらしいんですけど、チャンス、お詫び来るかな。さすが強楽勝負。冷え切っとった。おゼブラ。おお。待った。もうアミタ君、それはもう当てなあかんで、ね。あ、いい注意ですねこれね。やばいやばい。アミタ君全部持ってかれてますよ。やばいやばいやばい。アミタ君それは当てよ。俺が見たい。アミタ君、アミタ君それは当てよ。いや、外してほしいですけどね。おい、また外すぞこいつ。これはもらいましたよ。ゼブラでも普通に外すよね。この店の仕事人と店員は仕事しませんね。アミバ間違えたかな。アミバ頑張れとか、ね、なかなかゼブラ2回来ないですから。お、連続です。ギジ3っすかね、これで。あ、ギジ2か、まだ。俺はお、ギジ3。俺はモロタや。もうあのモンド、モンド来てください。モンドモンド来て。 X 切りみたいな。どうですかこれ、アミタ君当たりそう。あ、これはモンド来るんじゃないですか。あ、放送的には外れ希望。やばい。あ、いいですね、モンド来たよ。ました。もう今んとここれあれですね、言うことなしですね今んとこ。鉄板やろ。まあ、激震も絶対来るんで、さすがに当たるっしょ。これでダメなら希望がない。間違いない。いや、マジでもうこのアミタ君の台はやめるね私は。いやー、もう最後押し込んでね、ケン。あ、これですね、激し、あの激アツ。外してほしい。外して。いや、ゼブラなかなかこの短時間で2回来ないですよね。そうですね。これでダメならもう罰ゲーム行き。頑張れ。うわ、いや、待て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 
待って、アビバ認定、うわ、あそこまで行って外すんや。いや、今の外したあかんやつですね。今鳥肌だった、鳥肌だった。まあまあ店のイメージ悪くしたね。何で当たんねや、ある意味引き強かった。なかなか店のイメージ悪くしてくれたけど。いやすごいっすね、激アツ3人とも外すって面白いね。えぐアジトで列車かっこなかった、ね、冒険なかったもんね。ある意味きつよ。今ギジさん言ってますよ。お、鼻は何なんですか。鼻。おい、でもコマ、あ、またなんか音変わったね。一応赤チャンスっすよ、深井さん。はい、私のとこは1個コマっす。1個コマ、これ3つあればまたスタートラインですね。でも小判スタートやったらちょっと熱いっちゃいますよ。変わるでしょ、多分小判は。もう特格しかねえな。やばい。おい、君ゼリフ、あ、アミタ君は間違ったかなって言ってほしいって言われてますね。だから今日は当たらんの、これ大パンしていいよ。今日から苦情が来る。激圧容器外す台、あ、あるよね。そうそう、一日の間ね、結構来ても当たらない時あるもんね。間違いなく人間設定。店長の場合は疑似連3回ですか。いや、1回もないです。あ、今でも蝶々通ったんで、もしかしたら疑似連続くんじゃないですか。蝶々は何のあわりなんですか。蝶々はあの歴代の狂楽はあれですよね、疑似連載だったと思うんですけど。あ、そうでしたっけ。違うのかな。ジャパナット店長、このゼブラ当たらないで相手おいくらなの。そんなものに価値はねえよ。いやアミバコいい仕事したな思ったんやけどな。初見です、ここまで外すと逆に、あ、激運ですね。はい、とりあえず疑似さんまで行きました。そうですね、勝負。そして小判変わりましたね。ゼブラ変わらんな。ほんまこっからスタートっすね。そう、ここスタートラインっすよ、本当に。え、これ7点熱いっすか。7点はね、もう7点になった時点で多分私トランペットならへんかったら外れちゃうかなと思ってるんですけど。もしかして今見たのゼブラじゃなかったかも。何やろ、アイスクリームのあれかな。アイスクリームのね、はい、柄かもしれない。この台でゼブラが熱くないのよく分かった。私今のところ2分の2なんすけどね、ゼブラ、ある意味いい仕事したよ。ゼブラでも当たらないのに3連なんか当たるわけねえだろう。間違いない。スタートラインやからね。赤ずに変わるのは、あ、チャンスアップでいいんですかねって言ってますけどね。ただなんか赤ず柄に変わったら外れそうな予感しますよね。みんなの願いが強すぎたね。ああ、外れろっていう願いが。ちょっと内心思ってましたね。ああ、外れた方が美味しいな、美味しいな。たださすがに2分の0はまずいな。ねえ、すごいっすね。なんて店ですか、ひどかったね、ゼブラ。今のところアミバー罰ゲーム確定。今日ゼブラなしで当たったよということでね。私もゼブラなしで当たったこともあるんですけど、それはなんかプレミア系の演習で当たったんですよね。あ、まあ、とりあえず小判3つ変われば、あの、チャンスかなって思いますのでね。小判3つから何変わるんですか。ゼブラですね。あ、そっからゼブラ、はい、はい、そっからゼブラ行くか、もうそのまま行くか、どっちかですね。アミタ君、昭和朝廷の仕事には大当たり抽選してませんって言うとき。してるしてる、ほらほら、大丈夫、当ててみて。7点どころか疑似連中にどっかに7止まれば熱いよ。そうですね、先読みで七王里みたいな、あの、先読みがあったんですけど、それ来ただけで十分熱かったですね。なるほど、おとっちゃん捕まえようぜーってやってますね。さて、本当に気を取り直して恋は最初からよ。もうそれやね、ちょっとゼブラこの短時間で2回来たから、ちょっとみんなテンション上がってしもたね。そうですね、小判一つでも実写確定でしょう。そうですね、でも小判一つではちょっとやっぱ弱いような気がしますね。四つ目とか動画見てるけど 100% ゼブラ外れてるよね。やっぱゼブラだけやと、まあ、そう、ゼブラだけはちょっと弱いですね。さすがにちょっと今アミタ君の台に関しては当たっとかなあかんなって思いましたね。まあまあ当たれるやつ。今日はほんまに当たらんと思う。いやいや、ちょっとアミタ君の台分からへんな。もう二人君に期待するかな。任してください、ね、え、何とかしますよ。とりあえず激アツもう一回出そうなところをちょっと見たいけどな。
高田店長が X 切りしたい店長いますか。X 切りしたい店長。X 切りしたい店長。大丈夫です。大丈夫です。そんな方はおりません。ゼブラって俺の中で 60% ぐらい。でも 60% そうそう、そう、そこそこやね。まあまあ高いっす。シレット2アイコン当てそうやもんね。なんかね、さっき店長が来てたなんか人の煽りみたいなのあったと思うんですけど、はい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 、あれで私当たったんですよ。あれなんかプレミアっぽいというか、あれがあの人が登場したら、あのトランペットいきなりなりましたけどね。トランペットになったら何ですか？あの確変確定ですね、多分。はい。あの、P フラみたいなもんですね。あ、はい。任せてくださいっ、ね、て、そんな静かな台で任せれるってありますね。はい。クジラッキー来ないと当たる。クジラッキー3用や。一生来へん。一生来へん。いや、出たら問題やけどさ。やばいやばい。じゃあね。ちょっと気を取り直してもう一回、もう一回 ね、 そうですね。いやモンド、モンドリーチ来たからね、よかったなぁ思ったんですけど、ね、もう一回ぐらい出るでしょ、ね、共同案だけ出たからね、トランペッタ。いやでもね、この二役主任の報ってたからしれっととつかく当てそうだね。あ、そうそう、おとつ来て、若干狙ってます、入ったけど、すぐ通常で落ちるっていうね。またコメントできない。そうそうそう、提灯一つ外したら当たるかな。まあ提灯機能はねあんまり関係ないですけどね。なんか確変中とかの時にちょっとわーって色変わってましたけどね。ポリュー X 切りだっけ、それも来てたのに2回スルーって、ね、まあ1回目のリーチちょっと弱かったけどね、2回目はもう結構結構期待してもよかったと思うね。当たれるやつだったんですね。そうそうそう、じゃあね、最初からやっていこうかな。まだちょっと多分激アツ来ないと思うから。ちょっとね、お、ちょっと待って、アミタさんいいよ、今の。またまたか、これ、激アツばっかり来て当たらんだいちゃうよな。一応、今のは、あれですからね、雷鳴ってましたからね。あれはゼブラ柄じゃなくて、ゾンキー柄。ゾンキー柄ってなんや。いやー、じゃあちょっとこれアミタ君の台様子見ようか。あ、ゼブラまだ、マジでマジで、もうアミタ君、もう3回目の正直、頼むで、頼むで、もう一回記事にある。はいはい、アミタうぜ。いやー、ゼブラ3回目やからね。やばー、アミバ君もういいよう でもそれ、え、実写早いで、実写早いで、ゼブラの大安売り言われてますね。はい、記事さん、あ、ゾンキーはロバとシマウマのハイブリッド。あ、そういうことか。保留が怖いな、変わるよね。外せ。確かに。泣いて。あ、泣いた。保留変わった。はい、スタートライン来ましたよ。うわ、あれやね、剣光らんかったね。なんかいろいろ不安。あ、これ熱い。この悪人は熱いですよ。やったっけ、高坂さんやったっけ。いやー、ボンド来るかな。なんでお願い、ボンドじゃねえんや。いけ、あ、これやばいな。あがん、いや、なんか尻すぼみ。熱いのでも外すのがアミーバ。ここまで短時間でゼブラ出るの初めて見た。今3回目ですからね。すごい、これでボンドで激震来て外した。それさっきやな、二度あることは三度。当たんのかよ。え、当たった。なんで、何やねん。なんやねん。いや、もうようわかんない、すいません。当たんのかいな。いいや、おい、いや、でもちゃっかり店長もね。あ、店長来てんの。店長来てます。これやったんかいってあります。モンド何やったんやろね、ほんと。あ、ただ単発っぽいな。アミバにはがっかりだよ。当ててしもた、おめでとう。いやー、完全にちょっと弱かったんやけどね。もうゼブラだけで押し切った感じですね。あ、店長も赤福様、保留変わりますかね。いやー、どうなんですかね。いやー、弱いかな、ちょっと単発率高すぎ。当たんのかい。まあ、アミバ回避でええわ。いや、ゼブラ3回目したからね。写真の件、すごいな。副店長ですね。ところで一つだけいいみたいな、何してんの。二人くん何してるって言われてますけど。何も出てないですけど。あ、周りに来たから。ほんまや。疑似さんぐらいはでもね、激震は出たけどね。あの激アツは出たけどね。もうこっから何もないですよ。
むしろ3ゼブラで一番弱かったよねって言われてますね。ほんまほんま、3つのゼブラの中で一番弱かったよ。核変入らないと農家アビバコはアマドジャックって言ってますね。これでもちょっと単発っぽいな。一応ラウンド終了後にもう一回昇格みたいなチャンスありますけどね。お疲れたよ。いやゼブラこんな短時間で3回も出るのはちょっとすごいなと思ったけどな。前振りでゼブラゼブラ言うてほんま絞られてるかのように。ほんまや単発ラーッシュって言われてますね。ただまあ時短100回ありますんで引き戻す確率は十分にありますね。そうですね。私はまだちょっとチャンスタイムで引き戻したことはないんですけど、ちょっと頑張ってもらいたいですね。頑張ります。ラウンド中にキャラ紹介でタマちゃん出て昇格確定もある。あーそれみたいな。確変引くまで帰れません。確変やばいやばい。まあこの時短で引き戻せばちょっといいかな。店長ガロっていつ頃出る予定ですか。ガロは8月7月か8月でしたね。確かね8月の頭ぐらいですか。8月のそうですね、まあ、お盆前ぐらいですよね確か。そうですそうです、ね、主力機種になると思いますね。引き戻し 15% くらい、ね、時短中ね。これ本当に45分の1かってくらい各辺1回転発展するのが部活。あー、へっそう値ってことかな。以上店長の台、また赤系の先読み来てましたけど ね、 そうですね赤。いやーこれで店長当たったら二井くんがちょっとピンチ。そうっすね。もうどうしたらいいのか。店長熱いって言われてますね。一応これで当たれば過去編のこう編成なんでね。お二井くんの台は保留がちょっと変わりましたけどね。小判3ついけばチャンスです。2人が音つ捕まえればいいだけの話。確かにすぐやりましょう。どうすればいい。裏切ってスイッチ入れてこい。店長の台はゼブラは出ずですね。出ないっす。はい、アビラ君の台は2年目いきましたね。当たる今日2人。いやー全然当たる気せえへん。言っちゃ悪いですけど。ほんまっすね。ただ、まあまあ楽しんでますよ。まあまあ楽しんでる。自分で歌うとき激アツ演出も来なかったんですか。全く来なかったです。あ、小判変わったからの。店長の台ちょっと良さそうですか。からの店長、このゼブラ3回出る台はジャパネット価格でおいくらぐらいですか。3回出るやつ今ちょっとガチで考えた。考えた。プライスレスです。プライスレス。マスターカードみたいになってますけどね。高田店長だけガーリンが復縁するまで帰れません。やばいっすよ。一生帰られ一生帰られねえ、復縁の可能性わかんないね。一生帰られ。はい、店長さっき赤ホスマに X 切り入ってたよねって言ってますけど、いやちょっとあれですね、弱かったね。全然空気でしたけど。空気でしたね。とりあえず今、アミタ君の台がちょっとね、時短中なんで、あと50回ぐらいあるんで、引き戻してほしいな。核兵を核兵引いてさっと帰ろう。核兵引いてさっと帰ろう。さっと帰ろう。とりあえず単発ね、まあ、全部3回出した時点で結構引き強いなと思ったんですけどね。そうですね、すごいな。でも次にそんなにあれやもんね。あれ、アミバは核兵入らずか。時短でした、チャンスタイムでしたね。なんか必殺は当たりがちょっとあれよね。あの単発臭い時あるもんね。あこの当たり方ちょっとあれやなみたいな。店長の台は疑似連多いんですけどね。お、音で捕まえた。アミバマジか。すげえ。マジか。確変確定、確変突入。僕いらんのちゃうもう僕いらんでしょ。すごいね、一人でゼブラも出して激震出してモンド出して音と捕まえて全部やってるな。全部アジトゾーンも出たしね。すごいね、アミはミラクル。はい、これで、はい、右素晴らしい。おとっちゃーんって出て、ね、おい二人、はい、どうした、はい、一台でよかったんや。二人くん何してんの。めっちゃ強気やったのに。そこちょっと座るとこ間違えましたね。ほんまやね、角台行けばよかったね。
確実に角台やったね。いやなんか激アツ外す台そんなに良くない印象ですけど、いい台ですね。ね、楽しめる台ですよね。そうですね、楽しくワイワイ打てる台ですね。これはこの小当たりラッシュでね、ちょろちょろ球を増やしていっていい感じですね。今日はムーミー以内のムーミー今仕事しましたよ、後ろでね。そうそうそう、これで安心して明日仕事に打ちに行けるわ。座るとこちゃう、人間設定や。座るとこ間違えたじゃない、アビマの引きの強さ。仕事したから夏のボーナス査定アップでお願い。つまり二人の引きの弱さ。いやーこれね、キコちゃん、まあスロットとかもね、割とそのシラしない、シラなんで、高設定でね、挙動を見せたりするんですけど、高設定でも当てない人当てないからね、本当に。今度は新大阪の某店長なんて、ジャグラー全然当てないからね。あれはちょっとしたんでしたけどね。はい、試合船長ね、そうそうそう、某店長、裏詰まりしてる、ちょっと行きます、大丈夫ですか、裏詰まりで二重くんの名前のとこ置物に変えときます。今一応今一台カゴに入りましたんで、よかったよかった。二重くんは何しに来たんだろう、うん、すいません、応援しに来ました。ちょっと裏詰まりしてるんで、そうですね、ちょっと玉詰まってるんで、高設定だと逆に引けない店長もいる。指定位置の方が出る店長もいたよね。そうですね、低設定の方が良かった店長もいますね。じゃあちょっと今更ですけどもね、コメント古いのもバーって読んでいきます。山形から見てる、岩手から見てますってね言われてますけど、ありがとうございます、仕事に。こんばんは、もうすぐボーナスですが、おすすめの商品ありますか店長。おすすめの商品ですか、はい、何かな。でも最近本当にね、僕結構ガチで家電好きなんですけどね、はいはい、全然見てないですね最近。あ、見てない、見てないですね。どうですかね、まあボーナス、夏のボーナスでね、まあ、クーラーとか買い替える人多いんかな。まあね、何が欲しいやろうな家電。ネスカフェのドルチェブスト欲しいですかね私は。あれでも結構お手頃でしょう、値段だいぶ値段下がりましたね、一時に比べたら。え、そんな高かったんですか前。1万とか1万5000円とか。あ、そうなんですか、はい、まあまあええのんは今5、6000円ですよね。そうですね、何やったっけ、種類によんのかな確か。あ、なんかめあのシリーズいっぱいあるんで、おお、トランペット出てきた、ビヒアルビッグシャー、ケツ来たんやで。あ、この人出てきたらあれですよね、確か。もう確変確定なんかな、多分。へぇー。てか上あんなんなんや。絶望のヒデだったのに、と言ってますけど、そうそう、出てきた。プレミアさらぎ追加。いや、今日、アミタくんすごいね。全部見してくれる。全部見してくれる、確定。あれ使ってる。でも箱で買うと1箱900円くらいする。あれよね、ドルチグストの元よね、コーヒーの元みたいなやつね。あ、ダイソンの扇風機欲しい。あれね、跳ねないやつね。確かに気になる。あれいくらぐらいやったかな。まあまあ高かったっすよね。そうですね。おー、しかも七図柄。素晴らしい、美しい。いやー、アミタ君だけですね今日仕事に頑張ってんの。いやー、僕らも仕事してるはずなんですよ。ね、ねえ、店長どうしてダイソンの扇風機高いんですか。なんで高い？ダイソンって高いイメージありますけどね。掃除機もね。そう。確かに。任天堂スイッチ欲しいです。ゲーム機ですね。任天堂スイッチ。ああ、任天堂、あ、びっくりした。人間のスイッチですよ。え、どういうことって思う。どんなスイッチや。ちょっとやんでるやん。任天堂スイッチ確かに面白そうですよね。あれ、いいっすね。マリカーやりたいですよ、マリカー。うん、面白そう。スマブラとかやりたいですね。ですね。やっぱ7月にスプラトゥーン2の、ああ出るみたいですね。はい、セットのやつ出ますね。買う人多いやろうね、あれも。いやー、めっちゃいますよ。楽しそう。結構ガンガン増えますね、とか。そうですね、小当たりラッシュ中は割と、出玉増えていきますね。そうですね。ムーミンって森口店におった、辛いもの得意な人ですよね。そうですね。罰ゲームクラッシャーですね。人いるんや。そう。ほんま罰ゲームクラッシャー、へー。で、二人何してん何してん言われてますよ。仕事、あ、連行行きましたよ。ええ。はい。何してん、どうせだったらチャルメラも聞かせてねーってね。
スイッチにスマブラあるんかなって言われてますね。スイッチ今何出てるんですかね。ゼルダとマリカぐらいしかちょっと私は情報知らないですけど、なんかいろいろ今後出るみたいな。まあもう主力機になるでしょうからね。でしょうね。やっぱスプラトゥーンやってる人めっちゃ多いって聞いたんですけどね。え、このあれですか、聞こうなんですか。いや、なんですかね、結構リスナーさんとかも、ね、はい、私はちょっとやったことないんですけどね、スプラトゥーンちょっと勝ったことがないから。面白いですよ。あ、面白いんや。面白いです。あ、タイクやってんねや、はい、スプラトゥーンのためだけに全て揃えました。あ、じゃあスイッチも買ったんすか。あ、スイッチは買ってないです。あの Wii の方でやってたんで。スイッチ買うんすか。スイッチね、ちょっと考え中です。3万ぐらいですか。いや、値段は分かんないですけど、ただどこも売り切れって聞いてるんで。あ、そうそう、売り切れ。まだ手を伸ばしてる。え、俺売ってたで前。マジっすか。山田電機で。多分これ放送聞いた人絶対買いに行きますよ。ただもうだいぶ前やけど。あ、多分今予約開始したとこちゃおうかな、スプラトゥーンのやつは。2出ますね。ちなみに2人当ててからスプラトゥーン語ってまず当ててくれ。すいません。とりあえずアミバ君は鈴木奈々出るまで頑張って。これ鈴木奈々確か10連やったかな。10連以上すればプレミアというか、何やったっけ、依頼人の役で鈴木奈々ちゃん出てましたね。2人くんはまずゼブラ出してから。ハードル高すぎでしょ。小当たり1回もせずに通常当たり引いた俺に比べたらマシ。すごい落ちあるよね。ねえ、2人の代わりにムーミーが良かったよね。店長取ってました。そうっすね。爪と残して。あ、これ一応当たりましたけどね、2人くん。はい。あ、2人くんじゃないわ、アミタくんね。通常かな、これ。通常っすかね、これ。あ、でもこれちょっとチャンスかな。あ、やばい。やばい、終わる。二人はゼブラ柄無理やったらキリン柄出せ。台が、台が違う。サミさん。出玉1万発以上出してから格言引いてランダムだったような気がする。あ、鈴木奈々ちゃんね、割とハードル高かったですよね。平山さんとブラマヨの吉田さんのね、京楽さんの番組で見ましたけど、はいはいはい、結構大変そうでしたね、あれ。鈴木奈々ちゃん出たの結構連チャンしましたもんね。 E3 見ましたか。 E3 って何やろ。スタイコン頑張れって言ってますね。頑張りますよ。この辺りから復活あるんですかってことで、ラウンド中に昇格とラウンド、最後に昇格演出ありましたね。虎柄でもいいよ。虎柄も違うだよ、ね、メーカーが違う、ね、60% 核変機で10連って何パーくらいでいけるのかなって言われてますね。いやでも狭きもんかな。そうですね、結構大変やと思いますけどね。まあ多分時短引き戻し込みだと思うんですけどね。そのままの連チャンで結構難しいような気がしますね。ゼブラを出そうとするから出ない。シマウマから出そうと思って頑張ろう。容疑だもんやけどね。ラウンド消化後に開かずに変わって復活もありましたよ。あ、そういうちょっとあれだよね、ドキッとする演出もあるんやね。私が見たのはこの後に、ここを歩いてる時に音が鳴って変わったのは見ました。あ、これでもチャンスタイムですね。プレミアはヒョウ柄、そうね、ヒョウ柄はなかなか難しいんちゃうかな、出すの。残り15分。ヒョウ柄は一応京楽さんではプレミア柄ですね。へー、はい、プレミアのね、忍者出てきたりとかありますよね。プレミアのゼブラーマンをお願い。2人とも今日仕事してないよ、出てますね。すいません。じゃあ2人くんは熊の身柄でお願い。かしこまりました。意外当てるんですよね、僕。で、今日はちょっとアミタくんに全部持っていかれてますね。そうですね。仕事人なのに仕事してない2人。間違いない。ただ多分ね、今回その仕事人の、何やったっけ、モード変えれて、プレミアが出やすくなるモードとかもあったんでね。ただ激アツ来てもプレミア来ないとちょっと当たらんのかなっていう感じですけどね。フライ君はレンコン柄出てました。フライ君じゃない、アミタ君はレンコン柄出てましたけど、これはちょっとそのまま終わりそうやな。銀玉の方のタバちゃんを出すね。フライ君はピンクヒョウでもいいです。ピンクヒョウ、ピンクヒョウっすか。ピンクヒョウはあれやね、太陽エレックです。そうですね。ブラクラとかかな、はい、カサスとかね、
はい、3台全力で仕事見になったんですかってことで1台は頑張ってますね今ね。はい、タイトル通り大当たりが出たとしてもゼブラ出なかったら罰ゲームねってことで、あ、で、アミタ君出ましたね。ゼブラ3回出たからね。今日は女性陣出なかったんだねってことで、ムーミンはね、またじゃあ次回、これ次回行こう。え、モノタ？すいません。あ、でも小判になった？今は 1小判ですね。1小判疑似連なしの1小判1小判すわ。はい、でも俺1個番スタートでやらないと。二重くんは魚群柄お願いします。かしこまりました。唐草もお願い、聖夜柄もお願い。やばいプレミア出なくても当たるけど、プレミア出ないと単発の可能性高いよね。あのモード変えるとそうですよね。へー、おっ、間違いあるんちゃうんすか、これもろたやつちゃうんすか。占領箱みたいお前がなんかそうやって調子乗るんがほんま不安でしょそうやね、激震外してるしねハラセル恨み、ハラさんかーいって言われてますね疑似連欲しい。あ、疑似連ですね、二重くん。あ、これここから疑似連いく、多分疑似連やと思うよ。あ、疑似さん、皆さん二重くんの台も注目してあげてください。あ、コマ3つ、これ3ついくやつ、はい、スタートライン来ましたね。あ、見たくも連チャン、あの連続演出いきましたよ。いやー、二人さんどうやろうなこれ。お、モンドちゃん。え、二人くんモンド系、まずいやつ来ました。まずいやつ来ました。二人くんモンド来たよ、モンド。まずいやこれ当たるやつや。皆さん二人くんの台注目まあ当てて、店長だけ当ててないのみたいわやばいな大チャンス来ました。まあ、激震は必ず来ますんで、モンドリーチはね。二人くん、ちなみにゼブラ出てないでえ、もしかして当たっちゃうんかな。やっと来ましたよいやチャンス来たよ。当たる手で話してるお前や、もうなんなんそれ、当たったみたいな。ちなみにゼブラ、なかったね。ナイス、当たった、マジで当たった、やっばただまっ、どうすかね、これ確変上がったらいいな。パチパチ、でしょ、お先です。どうだったうわー、マジか、いいとこなしか。いやー、単発おめでとう、ね、トランペットなれ、おめでとう。2人当たってない、店長に一言やりました。あと顔、ドヤ顔すごかった今お着物に命が吹き込まれましたお着物に、あ、取水さんはシリーズで一番今回が弱い気がする。出現率がちょっと高いような気がしますね、今回モンドリーチ、ね、体感的にはね。まあ、でもやっぱり期待しちゃいますからね。あの共闘度がいても当たらないもんな。私も共闘では当たったことないですね、話題機会も。やっぱこモンドさん絡まんと当たらんみたいな。そうっすね、あのほんまにあのアミタくん外しちゃったけど、あの疑似さんゼブラ、あのモンドはやっぱり期待したいっすよね、ほんまに。あそこでやっとなんか必殺スタートラインかなっていう感じだったんで、店長今のところバツ一角やぞやばい、お番です。店長、二重のメガネいくらくらいですかそれはね、逆にお金いただかないといけないあの、ええ、宣伝するだけにね。そうそうそう、二重当たったらめっちゃ口数増えたやん。いやいや、そんなことないですね、共闘で当たるときは他が完璧じゃないときつい。あ、もうこれは間違いないですね。私もこの方とも同感ですね。なるほど。え、当たってない人は X 切りしたい上司を言ってくださいね。やばいお願いします上司限定なんですね。上司限定ないめっちゃ限られてるし、お前ですねもう数えるほどですけどもね。ほんまに、まあ、よかったね。二重のメガネは伊達なのにと言われてますけどこれ、え、伊達ですか。伊達メガネなんですか。いや、どう入ってますよ。あ、ガンガン入ってますね、はい、ガーリン X 切りしてもいいのでやっちゃってくださいやばいっすよガーリンね、ダメダメ、ガーリン喜んで受けそうやけどそれ逆に危ない、危ないやつ、うん、
ね、ちなみに2人くんはオカルト君、ドラちゃんの方ということで、オカルト店長の方ですね、はい、しわく店長なんで、はい、ドラちゃんの方は塩枠係長、課長か、課長代理やったかな、ね、はい、本社行かれたんだよね、はい、はい、ガーリンは X 切りしてもいいから、いやとりあえず2人さん単発やったけども、まあまあまあ、当たりましたね。そうですね、店長との違いをよう言うわよう言うわ、不安そうな顔してたのにどうしようかな思いました。何がとりあえず、まあ、2人さん、ダメタさん今時短中ですんでね、またちょっと1回引き戻しあればちょっとラッキーですけど、最近西田会やりましたか？やりましたよ、6月3日でしたっけね。そうしかもめちゃめちゃ人数多かったらしいですね。そうです、結構朝まで飲んでたんですかね。あ、そんな結構遅かったんですね。そうですね、チェフィアの北山マネージャーは人数多いからにコンボでいいですかって言われて当ててました。はマジっすか。あ、そうなんですよ、全然来る予定で考えたんですね。らしいですよ。で、西田マネージャーから連絡があって、はい、すいません、はい、人数が入らないんで、確かに多かった、次でもいいですかって言われたんです。残念、そうそう、店長が当たるまで帰れまて。やばい、帰れるんですか僕ら。帰れんのかな。いやー、3台並びで当たる、まあまあ難しいよ。ゼブラない方が熱かったのか、やったんやってね。で、イタロー元気、富田君はすでに X 切りされたよねって言ってますけどね、まあ、トミーは今エリアが変わっただけやからね。そうガーリーの家広いからいくらでも行けるやんって言われてますけどね。まあね、広いですね、確かに。なんかその一緒にご飯食べるんやったらちょっと10人入るとしんどいみたいな言われたって言ってましたね、うん、フットサルは参加しますか。あーそうや、フットサル7月やったかな。あそっか、AH マネージャーのね、はいはい、主催のフットサルサークルもありますけど、ちょっとね、どうやったかなって感じですね。結構多いんでしたっけ、あれ、フットサルされてる方。なんかめっちゃ多いです ね、僕も最近知ったんですけど、はい、そういうのがあるっていう。あ、そうなんですか、はい、昭和朝廷は誰かサークル入られてる方いらっしゃるんですか。実は僕が。あ、入ってんの。あ、入ってんの。実は僕入ってんの。フットサル前何回か行かせてもらってますね。あ、そうなんや。そうなんや、知らんかった。アミタ君ゼブラ早くって言われてますね。アミタ君にまたゼブラ欲しい言われてるけど。3連目2人さんも3連行きそうですね。これおっと、これ2人ともチャンス。店長いいなぁいいなぁ、赤ふすま。あー、ゼブラはなかったなぁ。え、人数制限するくらい偉くなったのって言ってますけど、11人やったっけな、なんか言ってましたね、この間は。そうですね、結構もういっぱいでしたね。今回西田会の料理は何したんですか。たこ焼きです。たこ焼きパーティー、たこパーやってましたね。めっちゃ美味しかったっすよ。なんか準備は奥村店長と石田マネージャーがやってたっていう噂聞きましたけどね。そうやってくださったんですよ。タコパー楽しそうですよね。え、アミタ君発展せんかったね。発展せんかった。実写行くんかな思ったん。ガーリンはあの一軒家にまだ一人で住んでるのか。はいそうですね、一軒家お一人で住まれてますね。はい、高田店長、ガーリンって彼女できてそうですか。いや、できてないんちゃいます。そうですね、ちょっと募集中みたいなのはずっと言ってますけど ね、 そうですね、まあ、ぬくもりが欲しいみたいな話してましたけどね。前そんななんか寂しそうな感じなんですか今。そうですね、なんかみんなでご飯食べに行った時は、なんかその彼女っていうよりは交流関係を広げたいっていうふうに言ってました。あ、いいですね。はい、なんかいろんな出会いをっていうふうに言ってましたけどね。そうそう、今までそんなにこう交友関係広い方ではなかったからっていう話はされてましたけどね。まあいいことですよね。いいことですね、はい、大阪の人は家に絶対たこ焼き器があるって本当なの。ほとんどあるんちゃいます。これ前もなんかねコメントいただいたんですけど、店長家はあるんですか。僕一人暮らしなんですけど、はい、今家にはないっすね。ただ実家にはあります。ああ、やっぱあるんや。はい、お、ちょっと、アミタ君出陣来たよ。全部持ってかれますよ。ただ、アミタ君のこのリーチ、私あんまり当たったことないんですけどね。当たんのかな。
これ全員集合したら当たりなんですよ。大阪やけど持ってへんでってね。あのホットプレートについてるたこ焼き器は持ってますけどね、私も。たこ焼き器だけっていうのは半々ぐらいじゃないかな。うちはあのちゃんとガチでやりますよ。あ、すごいですね。美味しいやつじゃないですか。さあ、阿弥陀君引き戻しできるか。ダメ。八丁堀と出ますけど来なかったね。残念。このリーチがどうこうより前予告、あれですね、疑似連絡絡んでたりとかね、先読みやっぱ絡んでたらちょっと熱いかなって感じですね。ガーリン知らない女の人と喋れないんじゃないの。でもガーリン口下手やん。絶対身内でしょ。ねえ、ガーリン娘に会わせてもらえてんのかな。まあ娘さんとはよく会ってるらしいですけどね。たこ焼き器は持ってないという人もいますね。二重くんとか持ってます？たこ焼き器。僕も実家にはありますよ。あ、あるんや。はい。阿弥陀くんも大阪の方ですか？いや、僕兵庫なんですけど。はい、持ってる？あります。あ、あるんや。はい。あ、ちょっと待って、二重さん、フリーズ旅行来たよ。最初の最初の。お前ら最初激震ハブしたやつや。いやでも時短中やからチャンスでしょ。で、店長このまま帰れま点突入やな。いやもうやばいや、もう早く帰りたい。八丁堀間に合わずってやってますね。二人さんはちょっとチャンス来ましたよ、やっと。まあ、小判まで変わるかな。いや、行くでしょ。行けそうっすよね。とりあえず技術さん行くんですね。あ、アミタ君の場合は時短終わりですね。さあ、ギジさん何も起こらん。あ、ちょっと弱いかな。あ、でも襖が白いですね。どうしようもないやつでしょ。ガーリン、小出くんみたいに交友広げてセラミック松村と友達になって17歳ゲットしてほしい。はい、アミタ終了。保留が3枚ならギジさん濃厚で。あ、これ熱いっすね。これモンド来たらちょっと胸熱ちゃいます。フラッシュ来たーってね。アミタさんの台時間配分完璧やったなって思って。あ、ヒデかー。あ、京都リーチ。またかよ。あれ、デジャブですかこれ。激アツ、濃い激アツ。ボリューム変わったね。小判になりましたね。さあ、二重さん当たりますかね、これ。何も言えんすよ、もう。何も言えんすよ。激震来ないな。激震あったらワンジャン。さっきはありましたけどね、激震。あ、ないか。当たるわけだ。あ、これ押さんやつ。オケス。うわ、オケスってない。オケス。オケスってない。押したかったんですけどね。あ、そっか、あの剣がね。はいはい、押し待ってたんですけど。あ、残念。ガーリン、この間子供に夜の店行ってんのバレたんじゃなかったっけ。ああ。あの、おっぱもね。なんか、言ってましたわ、それ。そうそうそう。なんかバレた、バレてすごい目で見られたって言ってましたけど、ね、そら見られるでしょ。ねえ、きついな。当たるわけね。なんでも屋のお陸だよ。外れちゃったね。終了でね。当ててない人は次に離婚しそうな店長を発表お願いしますって言ってますね。次に離婚しそうな店長。いや、むしろあの僕が最近本当に離婚したって言われたんですよね。それ言ってよかったですか。いや、いいっすいいっす。もういい。いや、私ね、これちょっとほんまにびっくりしたんですけど、あのネタや思ってたんすよ、ほんまに。はい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 、そうっすよね。そうそうそう、そこまでこう、切羽詰まってないんやな、思ってたんですけどね。結婚したんの時は。そうっすね、そこまでやったんすよね。まあ、あの前の放送の後に奥さんになんか LINE したけど既読ならへんって言ってはって。ああ、はいはいはい、そうそうそう、大丈夫かなとは思ってたんですけど。あれでも半分ネタみたいな感じの話だったんですよね。はい、離婚した。今回はネタじゃなくてガチ。あのガチガチ。ああ、えって言われてる。いや、そうなんですよ。高田店長、ちなみに何年目だったんですかって言われますね。いや、全然短い、3年ですね。あ、3年。
え、奥様ってあれですか、はい、あの元同僚とかそういうわけじゃなかったの？あ、全然普通のあの全く違うお友達とかと、はい、何が原因？何が原因？性格の不一致って言われる、ええ、あのよくあるやつですね。そう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 、はい、ここでいい引きする人プライベートは引き弱い。マジか。でも離婚したらまた結婚できるやん。それで、はい、誰かにも言われましたわええやん言うて、ええやん言われたもう一回相手見つけれるやん。いや、そういう問題なんかなとか思いながら。ちなみにあの高井田の向山店長が、はい、結婚したら離婚ができるっていう名言をずっと気候なチャンネルで言ってましたまた同じエリアっていうね。バリポジティブじゃないですか、はい、そうそう、エヴァのプレミア並みにおめでとう。すごいね、3年目のよく聞くやつ。え、別居からの離婚だったんですか？まあ、半分別居みたいなもんになってましたね。単身、まあ、単身赴任ですからね。そう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 、性格の不一致ってよく言うけど、不一致なのにどうして結婚したんだ言われてますね。ねえ、その時は分かんなかったってことよね。そうそうそう、できちゃった子やったっていうのはありました、ね、あ、なるほど。3年でご祝儀泥棒言われてる。バツイちゃんモテるよって言われてますね。あ、なんかそれそれも言われましたね。いや、ほんまにって感じですけどねみんなすごい持ち上げますねいや、本当に元奥さんはもう彼氏見つけたから、早い早い。見つけてると思いますよね。嘘やん、ええ、早い早い。なんか好きな人いてる言ってました。嘘、ええ、マジでそこまで言っちゃうんですね。ええ、そんなでも険悪な感じで離婚したってわけじゃないんですか？もともとなんか、いや、こんななんか放り込んだ話いいっすか、ね、まあ、いいと、もうここだけの話やからいいと思いますけど。ここだけ言うても、まあニコ生でめっちゃ放送しますよ。そうですねなんかあったらバッサリカットしてきますけど、まあ、まあ全然いいはい、なんかもともとまあその喧嘩結構続いてて、あ、はいはいはい、そのタイミングでこの単身赴任になったんですよ。なるほど。逆に距離空いて、はい、いいかもねっていう話してたんですけど、ほう、あかんくって、はい、でしかもなんか向こうが、まあ、その離婚言ってきたんですよ。向こうなんですよね。あ、やっぱ奥さんからもうちょっとっていう感じで。そうですそうです。あら、でも僕的にはもう、は、何言ってんのっていう感じだったんですよね。店長はそう思ってなかったんや。別になんかまあまあ別れるみたいな話はチラチラ言うとったんですけど、まあ今ちょっとこう距離空いてるし、まあちょっと様子見かなみたいな。そうですね。あ、なるほど。思ってたんですけど、まあ、向こうはどうやら違うかったみたいな、はい、違う。もうええ頃はいいや思ったかな。そうですね。で、まあ別れたいっていうのと、もうなんかもうちょっと、いや実は好きな人がいるマジではみたいなそれちょっと話変わってきます。それやばいやつやん。でも奥さん正直ですね。なんかあんまり言わへんって言うけど、そうなんですよ。そういうとこね、正直なんですよ。ねえ、男と女の違いは怖い。いやー、ほんまちゃいますね。捉え方の違いですね。不一致って言いやすいんだろうね。まあ、はい、はい、まあ、聞こえはいいですけどね、不一致って。まあでもいろいろ含めて不一致って言うやろうね、きっとね。そうですね。いやでも結婚したときは本当分かんないよ。だってじゃないと結婚しないもん。そう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 。店長子供いたんだよね。あ、いますいます。ね、昼顔昼顔、ね、昼顔でこう、まあやっぱちょっと距離も離れて心も離れちゃったって言った方がいいんかな。分かんないけどね。そうそうそう、子供どっちに真剣って言われてますけど、まあ、嫁です、ね、奥様ですね。モテるバツイチは金がある人限定だよねって言われてますね。いやいや分かんない、店長もまだ若いからね。いやでもね、何が一番辛かったってやっぱあの娘と離れるのが辛かったですね。まだちっちゃいしね。そうなんですよ。3つぐらいですか？3つぐらいです。あ、一応会える約束とかはしはったんですか？あ、そうです。一応今週土曜に会ってくる約束してる。あ、なるほど。店長今いくつなのって言ってますけどね。私は33です。まだ全然若いよ。はい若い若い。まだまだ店長、罰ゲームペヤング大盛りの激辛一気食いで勘弁したるわ。いや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 、もう結構罰ゲームの話したいでしょこれまあまあ放り込みましたよね。え、すごいね、マスオさんで大変やね。そうそうそう。さあ、元奥さんの中ではもう終わった結婚生活だったんかな、だからはっきり言えたんかなって言ってますけどね。いや、そうと思いますよ。だから僕の方がちょっと気持ちが遅れてましたね。店長泣くって言ってました。店長泣くって。いやもうほんまね、涙目ですよ。いや、ちょっとね、あんま聞いたらあかんのかなと思ったんですけど、まあ一応ちょっとね、放送前に軽く聞いたら、そう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 、ほんまに先月。そう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 。ほんとびっくりしちゃったわ。いやでもそんな自分から言わないでしょ。いや僕この間結構離婚したんですよみたいな。いや結構ね、そういう話ってこう巡り巡ってくるから。まあね。私もちょっとびっくりしちゃって、ほんとに。はい。
そうそう、離婚した人は大体そう言うよね。嫁はどうでもいいけど子供と会えないのが辛い。そう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 、ほんまそこっすね。いや、まあ、言うたら奥さんはやっぱ他人やけど、はい、子供はやっぱ自分のね、そうなんですよ、やっぱ血を継いでるというか、はい、それがあるもんね。やっぱちゃいますね、そこは。しかし今日の店長の罰ゲームは確定。ちょ待って、もう言うたやん、こうやって、エリアマネージャーお願い、今週の土曜日仕事入れてあげて。やばいやばいやばい。店長、娘が20歳まで頑張らないとね。いや、そうそうそう、そうなんです。深い話やのーって言ってます。いい話ではない。深いだから、はい、深いね。店長、幸せになってほしいです。いや、大丈夫、なります、なります、大丈夫ですよ。いや、まあ、時間かな、この辺はね。そうですね、もうほんま時間やと思いますね。だから、これみんなに言ってるんですけど、はい、おむつの CM 見て泣きそうになるっていう。すぐ変えて、すぐ変えて。本当に、ほんま、おむつの CM ですごい胸キュンキュンしますからね。そうですね、なんか昔のこととか思い出しますよね。いや、そうそうそう。あと、元気してんのかなとかね。そうですね。あ、離婚の話したら当たる法則ってやばいっすよ。深いわ。もう当たらんでいいよ。っていうか、終わろうよ。お前は、ムーニーマンの CM 止めてあげてーとか言ってますね。もう放送中止してください。いや、いや、それはちょっとね、ムーニーちゃんって言われてますけどね。そうっすよ。いやー、まあでもなんかね、いい人できたらね、また、まあちょっとまだ切り替えるまで早いですけどね。店長は爆弾勝くんみたいに離婚してすぐ結婚するかもしれないよ。これ爆弾勝くんっていうのは梅北にいる子なんですけど、この子重曹時代に、はい、奥さんと離婚して、はい、2、3ヶ月たたんうちにすぐ結婚したっていう、ね。でも籍入れれないでしょ、離婚して1年は。あ、男の人はいけるんじゃないですか。男は1年たたんと確か行けなかったんですけど、ね、思いますか。いや、男の人は行けたと思いますよ。女の人が、そうなんですか。まあちょっと短くなったけども、時間行けた、時間がちょっとかかるんちゃうかったかな。半年ぐらいですよね。あ、多分女性はそうやと思いますよ、ね。男はすぐ行けるよって言ってますね。はい、店長おすすめの出会い系ありますか。出た出た出た、出会い系。身内ちゃうんかいな。絶対身内や。身内やろが。これこの間、何やったかな、あ、そう、西高井で話しとったんですよね、その出会い系の。あ、そうなんですか、はい。出会い系ってどうなんですか。結構私、桜が多いイメージしかないんですけど。それみんなも言ってたんですけど、はい、今違いますね、全然。 ある人はある。なんかそういう業者とかじゃなくて、はいはい、結構普通にみんな出会い探してますよ。あ、本当、はい、桜じゃない、普通の人だと思いますけどね、大概は。それ有料ですかだってますね。あ、有料っす、有料っす。あ、有料は結構ガチなやつ多いですけどね。無料のやつは絶対見た方がいいっすね。あれ桜ばっかりですもんね。あれはもう時間とお金が無駄っすね。ねえ、そうか。つい最近30代でおばあちゃんになりましたって人もいますね。どういうことっすか。え、じゃあ30代でおばあちゃん、じゃあ自分の子供も早く生まれて、孫ができたってこと。じゃあ10代ぐらいで孫、あれ、子供を産んだってことかな。すごいな、すごいな、順調やな。ペアーズとお見合いならどっちですか。あ、出た出た出た、はい、出た出た、はい、身内や。好みです。好きな方やればいいと思います。芽生えを録画編集して昭和頂点に送ります。やばい、芽生えも見たら泣くやんな。やばいやばい、社内結構あります。芽生え、まあまあ見ますからね、踏んで。天のやつね。そう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 、あれちょっとうるっときますよね。あれね、店長、ガーリンと頑張ろうって言われてますね。頑張りますよ、ね、また孫と末っ子、8ヶ月いやすごいね、この人、だいぶで早いこと産みはったんやろう ね。いやでも若いおばあちゃん羨ましいけどな。どんな気持ちなんですかね、この年でおばあちゃんとかおじいちゃんになるって。もうでも子供さんですかって言われてもおかしくないですよね、まず30代全然。すごいな。まあでも私の友達もちなみにヤフーパートナーかな、はい、やってたけど、同じ人ばっかりおる言ってました。どういうことですか、同じ人ばっかり。男の人がね。あー、ずっと、あー、どの、サイトにも登録してる人がいるって言ってました。あー、なるほど。そう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 、すごい詳しくなってましたけどね。3年で離婚はってね。私のおばも33歳でおばあちゃんになりました。誕生日のことを、ね、やめとこ、それ泣くから。待ってよ、やめましょう。はい、じゃあ終わりますか。はい、終わりましょう、もう。はい、お家帰ろう。お家帰んの。お家帰りますよ、もう。
まあ、ちなみにね、まあ、娘さんね、あの、はい、思う存分あって、ちょっと楽しんできてもらえたらと思いますので。いやー、もうね、まあ、今日というか、もう今月そのためだけに頑張っていきたいと思うんですからね。ああ息子を旦那やと思われた。ああ、そうかそうか、そうなるよね。若いおばあちゃんやもんね。すごい。ああジャパネットデンジャー2期店長の芽生えの動画見たら絶対泣くなって言われてますね。どういうことですか？あの根が南で、はい、ちょうどあの2期店長が子供生まれた時に、はい、芽生え作ったんすよ。キコちゃん風にね。すごい。あの動画いただいたんで、それまあ根が南の放送でみんなで見たんですけどね。はいはいはい、そうそう、すごいほのぼのしちゃったんですけど、多分見たら泣くわ。100% 泣くわ。店長泣かそうぜってやってます、ね。やばい。いや僕今すぐ泣きますよ。すぐ泣く。ほんまにすぐ泣く。すぐ泣く。まあでもね、全く奥さんと連絡取ってないわけじゃないから。いやほぼほぼもう取ってない。取ってない。でも子供の声聞きたいとかあるでしょ。やりますけど、だってもう向こうの生活がわからないんで。あ、そっか。そう。だそのもしなんか、まあ、男の人いるんやったら気まずいじゃないですか。え、でもそれ好きな人がいるってだけで付き合ってるってわけじゃないですか、ね、あ、まあないとは言ってましたけどね、はい、これからってこと。そうそう、これから分かんないでしょ、いつ何時、まあ、分かんないです ね。もうまあお互いにもう独身やから。そう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 。いやそれも切ないな。いやだからね、はい、まあ、ちょっとそれは次会う時にちょっと相談させてもらおうと思ってるんですけどね。まあちょっと声聞きたいんやとかね、はい、まあ、娘専用携帯持たすとかね。3歳やけどね。いやほんまそうっすよ。そうせんと無理っすよね。でも6歳か7歳ぐらいやったら多分僕持たしましたね。ああですよね。まだ3歳やからちょっと難しいかもしれないですけどね。そうっすね。高田店長元気出して頑張ってますよ。子供とはちなみに月何回やる予定ですか？月1回ですね。今月1か。ただねめっちゃ時間経つの長いっす。ですよね。遅い、ほんと遅い。多分今週あでまた次の1ヶ月が長く感じますよね。なんでちょっと3週間に1回にさせてくれへんかな。いや全然月にはいるでしょう。ねえ、いや欲しいですね。仕事の張り合いもね。そうなんですよ。いるから本当に切ないわ。ちょっとね。ちなみにお二人は独身ですよね。はい、結婚。え、二人くん結婚してんの？あ、まだ席は入れてないですけれども。あ、リア充なんや。はい、爆発。扱いがやばい。マジか。はい、お疲れ様でした。え、二人くんいくつなの？僕24っすね。彼女は？彼女は？3つ上です。あ、姉さん。はい。まあ一応結婚考えてるんですか？もう子供もできてますんで。あ、マジで？はい、リア充やな。マジか。はい。え、アミタ君は？あ、僕彼女いないです。あ、彼女いないの？転勤する3日前に別れました。まあまあ不幸やな。なかなか最近よね。ほんまやわ。え、綺麗からはこっちはグランドから来たの？アミタ君。グランドの手前ぐらい。そうですね。なあ。じゃあまだ。ちょうどほんま間近ぐらいに。マジで。はい。うわあ、じゃあ彼女募集中。はい。はい。あまりいらんぽいけどな。まあでもアミタ君ね、男前からできるんちゃう？若いし。できますよ。ね、あ、二人が今日罰ゲームでええぞ。幸せなやつは全員罰ゲーム。あ、全員、あ、爆発しようって言ってますね。後ろの自販機も引いとるわって言ってます。どういうことやね。どういうことや。あ、まあちょっと今日は、ね、ちょっとお通夜みたいになっちゃったから、はい、そうっすよ、まあ、店長の報告いただいたんでね、はい、まあ、ちょっとまたね、お子さんと会ってこんなことどこ行ったよとかね、ちょっと楽しい出来事あれば。そうですね、次の放送また7月出させてくれ言うてるんで、ぜひぜひ。じゃあ、はい、その時にはご報告できたらと。そうですね、はい、いや多分パパ会いたいと思うんでね、お子さんも。いやもうね、はい、めっちゃ娘僕のこと好きなんですよ。もうめっちゃ好きなんですよ、ほんまに。じゃあちょっとぜひ遊びに連れてってあげてくださいよ。そうですね。ただね、久々に会うじゃないですか。はい、誰ってなってちょっとほんまにマジで心折れるんちゃうかなっていう。え、どれぐらい会ってないんですか？まあまあ言うても1ヶ月経ってないですけどね。あ、まあでも会う頻度少なくなってきたらそうなっちゃうのかな。いやー、わかんないですけど。もうやめよう。しんみりしすぎや。頑張ろうでね。テンション下がってきた。みんな応援してあげて。はい、大丈夫です。そうですね。はい、じゃあちょっと娘さんに会うのをね、糧に頑張りましょう。頑張ります。はい、ということで、じゃあ昭和頂点ね、ぜひ明日取材入りますんで。入りますよ。どうかしてるつえ。どうかしてますよ。はい、どうかしちゃいますんで、よろしくお願いします。どうかしちゃいますよ。あ、ガーリン、池澤マネージャー、高田店長でお見合い行っておいで。いやー、めんどくさいっすわ。いやー、ちょっと悪強すぎて怖いっすわ。めんどくさいっすわ。お見合いはめんどくさい。
ね、ガチすぎるもんね。ちょっとね、はい、そうですね。軽い感じがいいよね。軽い感じがいいですね。もう自然体、自然体がいい。二人罰ゲームしとかないの？二人罰ゲーム。いや、店長しろ。店長。俺？ちょ、もうしんどいよ、もう俺は。店長する。もう結構精神的にあるやろ。そうやね、ボンホンなんかぐったりしたもんね。もう疲れたもん。ぐったりしたよね。もう家帰って寝たい。そうですね、はい、帰りましょう。今日はちょっと、今日はちょっと勉強しよう。帰りましょう。はい、そうですね。ということで、そうですね、はい、次回はちょっとひどかったら罰ゲームやられますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、今日のチャンネル、本日はね、こんな感じで終わりたいと思います。木金は、関西版お休みですので、次土曜日は伊丹エリアのね、ネオワールド店からの放送になりますので。なるほど。はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ということでね、店長二重さん、アンミタ君、今日はありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。ありがとうございました。会います。